その説は申し訳ありません。ここでちゃんと謝らせて。2人いるかな、高萩さんとゆうくん。今日は色紙になっちゃってごめんね。でもお家に届く時にはちゃんとあの書いてあるから安心して。ごめんね本当に。じゃあまずゆうくんから書くね。色紙にサインも久しぶりだな。もうこんなんだってサイン変えないと書かないよね。私は幅がいっぱいある。いやいいね、一番やっぱしっくりくる。かわいいサイズ。色紙レアだね。色紙レアかも。いやレアだよ、だってさ色紙にサイン会なんて全然しないもん。ありがとう、ごめんね。そしていいないいな。まあこれはでも本当に謝罪なんです。まあ私じゃないけどって言ったら本当に責任逃れになっちゃうんですけど、あのね、まあ大人の事情ってやつです。私も今朝聞きました。記憶違いだとごめんなさい。アバターってあるの1週間でゲットしたよね。あるある、もう提出したよ。またイオンでイベントやろうね。本当にじゃあ次は高萩さんいる？正弘さんサイン書くよ。正弘さんも色紙いないかな、いてほしいんだけど。いた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 、よかった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 、いた。私の住んでるとこのイオンも来てほしいな。行きたいです。イオンいっぱいあるから全国に。イオンツアーとかしたい。どんなツアー？まさひろさん、なんて書こうかな。似顔絵懐かしい。確かに僕も色紙メールが届きました。あ、ぜひ返信をお願いします。他の人たちと違うのでむしろ良い。よかった、ごめんね。楽しみにしてるじゃん、だってこれに書くっていうのにさ。だから本当に似顔絵加工にしてる今多分もっと下手になったよ。あれから書いてないもんだって。そんな誇らしく言うことじゃないよね、ごめんなさい。あと1、2、3、4、5、6、7人いるけど、もう上から順番に書いてきますよ。じゃあまず秀樹さん、大沢秀樹さんだと思います。いっぱい注文いっぱいあるよ書くの。でもいないんだよね、しょうがない。え、これ何？あ、これとこれとこれか。生写真1個とカレンダーに2個。これ書いてる間に参上しない？ヘアバンド買う。ヘアバンドじゃないよ。みーくんおるよ。みーくん、あ、いるの？みーくん谷口さんですか？そうだよね。じゃあ谷口さんから書こう。カレンダーにこっちか書くよん。つーちゃんが自信満々やった似顔絵ちゃんと飾ってあるの、ありがとう。自信満々って何？一言余分じゃない？
自信持って書くことは悪くないです。これカチューシャ、ここほら痛い、結構カチューシャってね一日しとくと頭が痛いんですよ。男性諸君はわからないだろうがでしょうよ。わからないでしょ、女の子は大変です。チョーカーはまた違うよ。チョーカーはここ、ごめんなさいってきた。みーくんごめんね、飛ばしちゃったみたいだね。ヘッドホンが頭痛くなるから分かる。あ、もうほんとそんな感じ。さっき返事がそっちに届かなかった。あ、そうだったの、急すぎ。そういえば大富豪流行ってる、どんな質問、流行ってないよ、面白すぎでしょ。みーくんかけたよ、写真撮る。はいはい、チーズ。みつきちさんカチューシャ、あ、でも男性もする人はするよね。なに SKE 界なんちゃらでは大富豪、大富豪流行ってるんですか。トランプゲームはな、ウノの方が好き。あ、アプリなの、なんだなんだなんだ。界隈、自分は七並べの方ウケる。結構地味。七並べあれってシンプルにトランプの整理整頓ですよね。でもわかる、楽しいよねあれ、めちゃくちゃわかる。地味なやつって楽しいんだよな。わかりますか、みんなやってるんだ大富豪。へえ。やる人いないんだけどっていう、かなり寂しいこと言っちゃったけど、ポテ抜き、ポテさん一番最後だよ。高校生の時はドボンが流行りました。ドボンってなんだっけ、真ん中にやるやつだっけ、豚の尻尾じゃないのそれって。封したね。迷ったけどしちゃった。大丈夫、ちょっと溝に落ちたけど、ごめん秀樹さん、溝に落ちた、勢いかきすぎた。カレンダー2個でしょ、これとこれでしょ、書いた書いたこれ、はい、秀樹さんいないかな。髪の毛染めたてかわいい、ありがとう、みんな今日言ってくれるから私は嬉しい。何色って言うんだろうねこれ、オリーブアッシュかグレージュ、緑っぽい色ですよね、ほらこんな感じ、栗色、なんかクリームがかった茶色みたいな。でも聞いてください、一時期同じような色ずっと入れてたら金髪みたいになったんですよ。私はどうも髪の毛の色がそういう風に変化するらしい。女の子おしゃれたくさんで大変だ。でもね私ネイルしてないんですよ。あ、これ血まめできた。ネイルしてないから女子力低いです。一時期めっちゃネイルしてたんだけど、あのなんかはっきり言うと付け替えに行くのがめんどくさいっていう、ギター弾くからとかじゃなくてシンプルにお金もかかるし、1ヶ月に1回変えるじゃないですか。しかも私爪伸ばすのがあんまり得意じゃないんですよ。爪伸ばすと怪我するじゃないですか。
髪の毛もプリンだしネイルもしてない私は女子じゃない。いやそんなことないよ。確か資格持ってたよね。うん、ネイルできるんですよ私。資格は持ってるんですけど、資格は持ってるんですけど活かせてないっていう。秀樹さん書いたよ。何かのタイミングで見てね。絶対見てね。絶対見てね。私は爪割れちゃう。あ、わかる。ネイルサロンで1万とかすごいなって。いや私でも本当にね、一時期1万円とかでやってたよネイル。なんかあれデザインとかによるんですよ。デザインとか使う材料とかによって金額高かったりするんです。あとネイルサロン、有名な人とかなんかすごい予約が取りにくい人とかにやってもらうと本当に高い。それで1ヶ月も持ったらいい方なんですよ私の場合。結構なんか爪伸びてきて切っちゃったりすると割れちゃうんです、そっから。そう、でもね、行くと行くでめっちゃ気分上がるから行き出したら止まんなくなっちゃうんですけど、でもね、あのもう爪伸ばせないから行ってない。伸ばせないって自分で伸ばさないだけなんですけど。そうそうそう。ケイチさんいる？ケイチさん、気分上がるのは分かる。分かるよね。多分ここにいる8割方男性だから分からないかもしれないけど、気分が上がるもんなんですよ。はい。でも男の人もあるでしょ、そういう気分が上がるものないのかな、自分磨き系で。髪の毛切った時とか。ケイチさん見てる？ケイチさん見てる？書いたよ。綺麗な爪は好きよ。でも男の人もさ、綺麗にさ切ったりさ、綺麗に、まあ、磨きすぎはちょっとびっくりだけどさ、なんかちょっとだけ磨いたりさ。でも指綺麗な男性っていいですよね。私手見ちゃうんだよな。手見ちゃうんですよ。多分手フェチっていうの。手とか、あと何見るかな、男性の。って言われると分かんないけど、男性も女性も手は見ちゃうかも。うん、手だな。一緒で自分も指先めちゃくちゃ見る。ね、そうだよね。はい。島田さん。インフォメーションお願いします。島田さん。そして今は何時ですか？もう2の予想は48分とかそれぐらいだと思う。違うかな？島田さん、あれ54分、めっちゃいい時間じゃないですか。島田さん、島田さん、うん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 、いないな。48分じゃなかったね。でも惜しいね。惜しくないね。惜しくないね。あ、ちなみに私深爪はあんまり好きじゃないです。でも白いところが見えすぎも良くないんですよ。難しいでしょ爪。本当に爪は綺麗な人じゃないとちょっと嫌だ。高博さん、高博さん、ローマ字で高博さん。さっき僕かなみたいな人いたけど、その人かもしれんから自分やと思って見ててください。ローマ字で高博って書いてって書いてあったらしいよ。高博さん、はい、見てるかな。見ててほしいな。結構さ、多分オンタイムで終わりそうじゃない？私のこのペース的に全然急いでもないんだけど、
急いでないんだけどちょっと嬉しい、そのぴったりに終わる感じ。赤色さん見てたかな、いいテンポだね。そうだよね、サイン会、本当のサイン会もこれぐらい。でも本当のサイン会もっと時間短いよね、だって書いたらバイバイって感じじゃん。何このホコリみたいなのすごいムカつく、手にくっついてくる。はい、菊池文明さん、ごめんね、フルネームで呼んじゃった、気をつけてたんだけど言っちゃった。いないかな、お時間ですって剥がされる、あれね、なんかね、難しいとこですよね。剥がされるファンの人見るのは辛いけど、でもあえてやんないと分かんないもんな、いつが時間か分かんなくないですか。正直お時間ですって言われないと分かんないっていうね。さあ最後ポテさんだけど、お仕事かな、みんなで遊んでる。この前メンバーとの間入れられてちゃう、間入られてか、まああれもしょうがないんですよ、お仕事なんで。もどかしいところですな。ポテさん書き始めてるけど、そうだよな、平日だもんな。あ違う、今日土曜日じゃん、なんで見てないの。書いたよ、今日の最後のサインです。書いちゃったよ、どん。さあ今日もいっぱいいっぱいいっぱいサイン書きました。何してるのって、ペンが落ちそうになった、だから片付けたよ。ポテさん、お滑り込みセーフって、スクショのお願い、さっき時間取らんかった私、しょうがないな。みんな今日の配信はここまでですよ、見てくれた人ありがとう。ダメだ、みんなスクショ、あそういうこと、でもちょっと待ってね、そんなにスクショ需要あるの、もうみんな言ってるからもう普通にピースってことでしょ。ちょっと待って、それまで喋ろう。みんなの意見も時間的には聞けないから、カレンダー持ってのピースは無理だけど普通にピースするね。あーサブどこにいるのって感じだよね。雪国にいます、北海道。そう聞いて、ななこのさ家にさ行くとさ、バスタオルじゃなくてハンドタオル渡されるんだってお風呂上がりハンドタオルで、バスタオルはって言ったら、私いつもハンドタオルって言って、ハンドタオル2枚くれました。ちょっとごわついたやつとめっちゃ柔らかいやつ面積それ本当にそれ、フェイスタオルでもなくもうこのサイズだって。だから今度行く時にね買ってってあげようと思って。でもなんか節約とかじゃなくて多分足りてるんだよ普通に、あの人の場合十分なんだってあれで。でもさ髪の毛長いし、正直
ハンドタオルはしんどいよ、もうすぐベタベタになるし。だから今度買ってく。うん。スクショタイム？はい。どうしたらいいの？できた？はい。OK。じゃあみんな今日はありがとう。また次、明日の何だ、4時から5時だっけ？違う、5時から6時。うん、4時から5時と6時から7時か。みんなよろしくね。また来てね。待ってます。じゃあね、みんな。あ、待って、ギフトあるかな。あ、くれてるじゃん。ごめんね、言うわ。チロさん、てっちゃん、だるまいっぱい、てっちゃん、てっちゃん、チロさんもだるま。あ、雷様ありがとうって来てる。ラシュルトさん、ハート、ハセベくん、もうこの辺全員知ってる。あと誰だ、なあさん、なあさんもわかる。黒の黒さん、わかります。お、新しい人、カットシタンさん、おー、ありがとう。これ誰のアイコン？これ愛理さんが描く絵みたい。松田さん、ありがとう。ジロくん、ありがとう。ゆうとくん、今日はサイン会参加してくれてありがとう。あ、みくさん、ありがとう。ではでは皆さん、またねー。